ボーンアイデンティティの制作チームが放つ全米大ヒットの海外ドラマがいよいよ日本上陸。CIA に採用された新人女性スパイの活躍を描くサスペンスドラマ、コバートアフェア。アニーウォーカー、 CIA です。このドラマの魅力を見る前にナビゲート、10分でわかるコバートアフェア。グズグズするんじゃないぞ。一番にこのアニーウォーカー、さすがだ。ダングリーから命令だ。直ちに CIA 本部へ行ってくれ。君の語学力が必要な任務がある。任務ってどんな？わからん。何語使うんですか？何もわからん。今すぐ。今すぐって今ですか？CIA の訓練生アニー・ウォーカーは訓練中にもかかわらず異例の抜擢で現場諜報員として採用されることになる。アニー・ウォーカー。そうです。技術運用部のオーギー・アンダーソン、 CIA の親切な案内役だ。ついてきて。目の見えない男が案内かなんてね、ちょっとした冗談。911の後急に人員を増やしたから、スタッフの 50% が入って5年以下の人たちだ。なんか安心したけど不安な気もする。ここはかなり変わった職場だよ。ウォーカーです、はじめまして。そこへかけて。実は少々緊急なの。アニーが配属されたのは国内防衛部、通称 DPD。 そこで彼女はロシア人の殺し屋との情報交換を命令される。ロシア語を話すからお呼びで。それにコールガールにも見えるから。やりたくなければファームに戻っていいのよ。あ、いえ、やります、できます。あ、でも、あの、もしかしてコスプレとかします？ DC の娼婦はコンサバだからその服で大丈夫。こんにちは。アットシンク。安心しました。さあ、ピー。アニーを部屋から連れ出せ。情報ですが、ダメでした。ホットシンクは？しました。でも銃撃の中 PDA を持ち帰れなくて。これ最悪の状況だわね。失敗をしながらも仲間に励まされ、少しずつ成長を遂げるアニー。これって確実な証拠？アニー、大物を引っ掛けたな。しかし CIA の存在を揺るがす問題が発生する。我が CIA のこの重要な時期に内部からの裏切りが発覚した。今日の新聞だ。ワシントンレコーダー、ライザハン記者に機密情報が漏れている。内部の誰かが、この中の誰かかもしれんが、外部の者の誘惑に負けたようだ。しかも記者に。そしてアニーの採用の裏にも大きな秘密が。もうあの男が戻ってきたか。彼女をチームに迎えたら現れたの。焦って動けば逃げられる。できるだけアニーを現場へ送り、奴の動向を見よう。彼女に導いてもらう。アニー・ウォーカー、28歳、独身。6カ国語を話す語学の才能の持ち主。訓練学校でもトップの高い身体能力。そしてそのキュートなルックスを生かし、危険な任務をこなしていく。犬の説得なら任せて。
姉ダニエルの一家には諜報員であることを隠し、スミソニアン博物館の展示物調達員を装っている。あらま、帰ってきてすぐアイスクリーム。大変な日だった。ううん、全然。何その嘘、バレバレ。アニーは2年前スリランカで出会った男性ベン・マーサーと恋に落ち愛し合うが、彼はある朝突然姿を消してしまう。傷ついた彼女はその思いを振り払うため CIA に入局することを決意したのだった。 DPD 技術運用部オーギー・アンダーソン、元 CIA 軍事情報部特殊部隊隊員、イラクでの任務中爆弾を受け失明。アニーの任務遂行を導く頼れる相棒、友人としても彼女の最大の理解者である。いや、今日もとっても素敵だ。オーギー、土曜のパーティーには来てくれるんだっけ？もちろんだよ、ジェン。まさかここにいる客全員と寝たの？いや、女性とだけだ。目が見えない男はモテる。見た目は気にしないと思うらしい。らしい。 DPD 部長、ジョーン・キャンベル。アニーの直属の上司、冷静沈着だが、新人アニーに辛く当たることも。私がやっと何？嘘をつくのをやめてちゃんと真実を話したのに。あなたはクビになって国家反逆罪で起訴されてもおかしくない。立場は分かってるの？ CIA 機密部部長、アーサー・キャンベル。 CIA の統括者で DPD 部長ジョーンとは夫婦の関係だが、妻からは浮気を疑われている。嘘つき。ジョーン、僕のことを調べたのか？ CIA の資産を使って。否定はしないのね。 CIA の妻らしく僕を信用したらどうだ？アニーのミステリアスな同僚、ジェイ・ウィル・コックス、元アーサーの部下でありエリート諜報員なのだが。アニー・ウォーカーはどんな感じだ？賢く直感的です。引き続き彼女に接近してくれ。どの程度？デートならもっと分かりやすく誘ってる。私があなたとデートすると思う？僕はデートじゃなくて飲もうと言ってるんだ。アニーが思い続ける男性、ベン・マーサー。2年前スリランカでアニーと恋に落ちた相手だが、ある朝突然彼女の前から姿を消した。その過去には重大な秘密が。このドラマの制作総指揮を務めるのは、ボーン・アイデンティティシリーズ3部作を手掛けたダグ・リーマン。ボーンシリーズ仕込みの大作感あふれるノンストップアクションは迫力満点。ドラマの大きな見どころとなっている。主人公アニーは CIA の諜報員だが、その前に28歳の一人の女性。なぜ戻ってきたんです？これクリスチャン・ルブタンは安くないから。危険な任務にもブランドファッションで身を包み、おしゃれ心を忘れない。愛車である真っ赤なゴルフでのドライビングテクニックはレーサー並み。しかし職場ではあくまで新人、雑用を任されている。おい兄、信じられないよ。卒業したの？ランチ係からでコーヒー係。冷めてる。だって10人分配ったから。仕事からプライベートとの両立も一苦労。そうだ、忘れる前にインターネットで君の写真を見つけた。何？アニーウォーカーを Google アラートで指定してるとか、ネットストーカーって感じ。セキュリティ上の都合で削除してほしいと。
そして終わった恋に苦しみ、新たな恋にときめく。忘れられない恋の経験は誰にでもある。それは私のこと。時間がかかるならかければいい。そばにいる。キュートでタフ、そしてちょっと天然系の彼女にきっとあなたも魅了されるはず。 CIA は先手を取る人間が好きだ。手伝って。先手を取るっていうのは、朝早く会社に来たり同僚に差し入れをするって意味だったんだけどな。自然にしなきゃ、怪しまれないように。喋ったらバレるでしょ。もう兄をおとりには使わない。君が決めることじゃない。誰が同じチームかわからなくてハード。僕だ。いい、僕が同じチームだよ。兄の採用に隠された陰謀とは。さらに CIA の機密情報を漏らした裏切り者は誰なのか。スリリングなストーリーと連続するアクション、そしてキュートなヒロインが見せる究極のエンターテイメント。私は任務は遂行する。コバートアフェア、4月18日 DVD リリース。